とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこのビルドをやってみようと思います。これ氷の杖ビルドですね。再使用時間が20秒とちょっと長めなのよ。なので、バトルローブのクールダウン4、これで使っていこうと思います。ただ、シナジーがついてないんだよね。なので、回復がちょっとこの流れ込む魂でしかできないので、安定はしないのかな。で、機械仕掛けのショートボウを使って、クールダウンをつけていきましょう。 100% になるとね、かなり連続で使用ができるんで、こんな感じになるんだけども、どうでしょうかね。まあ、敵をね、これスタンさせる能力もついてるので、そこそこやれるちゃ思うんだよね。では、デイリー3、ここ行ってみましょうか。では、まずはね、矢を無限増殖します。ショート棒を使うとかなり必要だからね。それでは、矢が6335本。これでどうだろうか。当たる？当たってるね、一応。一応当たるには当たってるのか、これ。なんか、後ろの方にしか、氷ができないような気がするんだけども、一応氷ができてから若干動くの、いや動かないな。まあまあ、敵はね、一応スタンするからダメージは受けにくくはあるね。回復がやっぱりちょっと微妙。回復これ微妙だわ。ちょっともう少し回復する方法ないか。やっぱり、ヘルスシナジーか。やばい。これはやばいな。これクールダウン4じゃなくて、ヘルスシナジーがついてるやつにしていった方が安定するかな。いや、どうも安定しないね、これじゃ。流れ込む魂の回復量じゃちょっと足りない感じですね。なので、ちょっと装備をソウルダンサーにしましょうか。これだったらば、でも氷の杖の発動は、そうね、加速 100% になると、まあ大丈夫かな。加速 100% になると大丈夫だけども、100% まで持っていくまでの若干の時間がちょっと不安かな。100% までなってしまうと、そこそこ召喚する。いや、これでもちょっと少なめだな。いや、結構微妙。やっぱりクールダウン4の、あの数振ったら、めちゃくちゃ強いけども、これだとちょっと微妙だな。これちょっと微妙だな。まあ、回復はするんだけども、そもそも敵をあんまり倒せてない。ちょっといかんね。やっぱりこっちで行くべきか。いや、回復はあんましないんだよな。厳しいか。一応一発のダメージはね、600万ぐらいは与えるのよ。600万とか700万ぐらいの威力はあるんだけども、いや、そもそも敵が強いんだな。そもそも敵の HP が高いのよ。回復しない、回復しない。なんとかボスまで到着はできましたね。で、分かったこと、これヘルスシナジーは絶対必要。ヘルスシナジーないと死んじゃうんだよね。でも、ボスはさ、なしで行こうか。火力ゴリゴリで行った方がボスには良さそう。
そのやっぱり 100% になった時のクールダウン4だと火力が結構出んのよね。いや、そうでもない。そうでもないか。だからもうちょっとこう、ゴリゴリって減る予定だったんだけど、全然減らんな。嘘これ、一発で何百万っていうダメージあるんだよ。当たってないの、もしや。いやいや、そんなはずないでしょ。そんなはずないよ。よっしゃー。これね、意外とあれなんだな。攻撃範囲が狭いんじゃないかな。あー、もう倒したい。こいつ自動回復するよね。よし、もうちょい、いけ、終わらせる。よし。いやー、きついね。きついわ。きついです。今回 HP が 100% 増加する、クエストだったから良かったものの、これなかったらクリアはできなかったね。ちょっとね、この氷の杖ビルドよろしくない。結構見た目ではね、ガシンっていくから広範囲なのかなと思いきや、ほんとね、4マスぐらいよ。この4マスぐらいしかダメージが入らないので、これはちょっと厳しかったな。ダメージはね、だいぶ出るんだけども、これはちょっとなしだと思います。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。